ヒデさんの動画です。12月18日大感謝祭、たくさんの方にご来店いただきましてありがとうございました。はい、またですね、遠方で来れないぞって方は LINE で参加していただいてですね、まあ、こちらもたくさんお声かけいただきました。本当にありがとうございました。今日はですね、先日よりお伝えしていた抽選会をやらせていただこうかなというところですね。各メーカーさんで、お買い物をしていただくと、まあ、なんか、何色だったかな、茶色かなんかの伝票を受け取っている、青ですね、青い伝票を受け取っていると思うんですけれども、一番右上に、3桁か4桁の数字が書いてあると思います。それが抽選番号になります。いろんなブースでお買い物をしてくれた方はですね、まあ、それぞれのブースで伝票を受け取ってるんで何枚も持ってるよっていう方いると思うんですけれども、受け取ってない人、捨てちゃった人、あとはLINE で参加した方、たくさんいらっしゃるんですけれども、ご安心ください。全、買い物してくれたお客様の番号こちらで控えてございますので、持ってねえぞって方も、抽選会参加されてますので、ご安心くださいませ。はい、というわけでですね、すぐに抽選をやりたいところなんですけれども、ちょっと一つだけ注意点というかちょっとお知らせがあって、何が当たるんですかっていう話なんですが、以前はですね、大々的に、こんなもの当たりましたとかね、おめでとうございますってやっていたんですが、ちょっと怒られまして、例えばですよ、マックス賞ですとかって言って、何々当選しました、バーンとかってやるじゃないですか。そうすると、まあ、ちょっとね、僕たちはどこか分からんのでしたけれども、そのマックスさんから、まあ、例えば提供されているものだったとするじゃないですか。そうすると、まあ、競合店でしょうね、まあ、地方の営業マンかもしれないんですけれども、マックスさんは秀久にあんなものをあげてるのかみたいな、まあ、チクチクがあるわけですよ。なので、まあ、そうするとマックスさんもいやーとかっていう感じで、まあ、言い訳もできないと、まあ、秀久様には何かあげてるのかみたいな話になるじゃないですか。で、まあ、それが、まあ、ちょっと今回は、まあ、マックスさんって今例にしちゃったんですけれども、やっぱその何社かあって、ちょっと秀久さん何が当たるかって内緒にしてもらえませんとかっていう、なんかあんまごめんなさいね、ただ気持ちよく抽選会をすればいいんですけれども、ちょっとそういうのがありますので、何がもらえるか何が当たったのかっていうのはですね、ちょっとその当選者のみぞ知るという形で今回もお付き合いしていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあですね、やらせていただきましょう。石田物産賞ですね。またちょっと例によって紙がちっちゃくて番号は見えないのかもしれないんですけれども、ちょっと信じてください。はい、石田物産賞、2751番さん、おめでとうございます。発表させていただきます。2751番は愛建設様ですね。本川の腰袋なんかを買ってくださったお客様です。おめでとうございます。さあ、続きまして神話賞やらせていきましょう。神話測定賞ですね。行かせていただきます。神話測定賞、神がね、神がね、はい、でん、3925番さん、おめでとうございます。はい、3925番は N 様、おめでとうございます。はい、続きまして、1年アクセス賞ですね、行かせていただきます。でーん、1年3賞、3679番さん。はい、3679番は王様ですね、おめでとうございます。はい、続きまして京セラ賞ですね。京セラ賞いきます。ドン。はい、京セラ賞は、2924番さん、おめでとうございます。はい、2924番は愛様、おめでとうございます。はい、続きまして、サンフラッグ賞でございます。サンフラッグ賞いくぜ。サンフラッグ賞これだ、バーン。4046番さん、はい、4046番は T 様ですね、おめでとうございます。はい、続きましてボッシュ賞いかせていただきます。ボッシュ賞、はい、じゃん、ボッシュさん、4203番さん、おめでとうございます。4203番は大建設様ですね、おめでとうございます。はい、
続きまして、これは一緒にしよう。パナソニックさんと小倉さんを一緒にします。パナソニック小倉賞という形でやらせていただきたいと思います。おりゃ、ですね、4355番さん、おめでとうございます。はい、4355番はまた王さんだな、大内装様ですね、おめでとうございます。はい、続きまして林三賞ですね。林賞、あの正面通路でダイヤモンドビットとかを売っていたメーカーさんですね。林賞はこれにしようかな。3203番は K 様、ありがとうございます。はい、続きましてチップ層アイウッドさんですね。アイウッド賞いかせていただきましょう。アイウッド賞、これだ、じゃん、これにしよう。2597は Y 様、おめでとうございます。さあ、行かせていただきましょう。お待たせの牧田賞でございます。牧田賞、これも、はい、牧田賞はこれにしよう。じゃん、669番さん、おめでとうございます。669番さんはですね、 M 様ですね、おめでとうございます。はい、続きましてマックス賞、マックスいっぱいあるんだ、マックス賞はですね、はい、混ぜようかな。マックス賞、これにしよう。でん、2041番さん、おめでとうございます。お、2041番、大量購入の方、 A 様、おめでとうございます。それではやらせていただきましょう。廃校記章多いんですよ。さあ、廃校記章はどれですかね。はい、じゃこれ、1751番さん、おめでとうございます。はい、1751番が、英語名だな、どうしよう、頭文字で T 様ですね。 T 様、おめでとうございます。はい、というわけで、ここまでで以上、ヒデさんの大感謝祭の抽選会といたします。お付き合いありがとうございました。ちょっとこの後ですね、その準備とかをして、やりますので、ちょっと発送までに3日ほどもらっていいでしょうか。まあ、順次、連絡してあのご来店してくださる方にはちょっとしていただこうかな、ちょっとあんまりにも遠方の方だったら送ろうかなとかっていうのを考えてますので、まあ、それはおのおの当選した方お電話して、ご相談させていただこうかなと思っております。はい、というわけで、当選した皆様おめでとうございました。はい、以上フィデスタの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。